こんにちは、トレサージュの奥村です。今日は重心と姿勢の関係性について解説していきます。なので今日ちょっと理論編ということで、実技ではなくこう座学になるんですけど、めちゃめちゃ重要な話になってるので最後までしっかり見てください。最近 SNS で重心は高い方がいいって言われてると思います。まあ一昔前まではコンタクトする瞬間は重心を落としましょうみたいな話があったと思うんですけど、だんだんその常識が変わりつつあると思っています。まあ確かに重心は高い方がいいです。でこれコンタクトする時も一緒です。まあ、なんで重心が高い方がいいのかっていうのは、まあ、またちょっと別の機会にちょっと取っておくんですけど、まあ、今日は重心の姿勢の関係です。まあ、どういうことかというと、重心が高くて姿勢が高いのと、重心が高いけど姿勢が低いっていうのと、重心低くて姿勢が高いっていうのと、重心低くて姿勢も低いっていう、この4パターンがあるんですね。で、まあ、こんな感じで4つにこう分類されるんですけど、まずこう重心が低いこの下2つはもうこれは論外です。重心を低くすると、まあ、良くないということですね。これ重心が低くて姿勢が高いってどういうことかっていうと、これ比較画像を見ると分かりやすいと思うんですけど、重心高くて姿勢が高い、重心が低くて姿勢が高いのこれ比較画像です。日本人の多くは姿勢が高くても重心が低いパターンになりがちです。だから歩き方を変えようっていうのをよく言っています、僕は。で、じゃあ姿勢が低くて重心が低い、これどういうことかっていうと、またこれ比較画像を見ると分かりやすいんですけど、姿勢が低くて重心が高いっていうのとこれ比べてみるとこれ分かりやすいです。例えばお相撲さんなんかは姿勢はめちゃめちゃ低いんですけど、重心はめちゃめちゃ高いです。どういうことかというと、しっかりと背中が立ってるんですね。だからお相撲さんの姿勢をとってもらうと分かると思うんですけど、裏側の筋肉をめちゃめちゃ使います。で、実際に姿勢が低くて重心が低い人の姿勢をとってもらうと分かると思うんですけど、前側の筋肉をめちゃめちゃ使います。で、ここまで姿勢を低くするのはちょっと極端ですけど、コンタクトするときは姿勢をちょっと下げるっていうのはまあ実際にあります。だけど重心は下げてはいけません。まあ、ちょっと複雑なんですけど、この4つをしっかりとこう頭の中で整理できていれば、トレーニングもこう質が上がっていくと思うので、まあ、だから姿勢が低くても姿勢が高くても常に重心は高い状態に持っていくことが重要になっていきます。まあ、昔ながらの指導法で腰を落とせ腰を落とせ腰を落とせっていうのは、まあ、よくはないんですけど、その中で腰を落としても重心は高くするっていうことをまあしていくってことが大事になります。例えばフットサルではサッカーより腰を落とせって言われることが多いんですね。まあ、ここにも F リーガーが結構来てるんですけど、常に腰を落としながら、まあ、動けって言われてるみたいです。だから重心を下げろ下げろ下げろって言われるみたいなんですけど、それは間違いなんですね。姿勢は低くても重心は高くしながらプレーをするっていうのが、まあ、フットサルの基本になってくると思います。でサッカーになってくると、まあ、姿勢もより高くなります。でバスケ選手もここによく来てるんですけど、あのドリブルする時とかも姿勢を一瞬低くするんですね。だけどそこで重心は低くしちゃうと、でそこで重心も低くしちゃうと、一瞬のキレっていうのが落ちます。ドリブルする時に姿勢を一瞬低くしても重心を高く保ったままドリブルすることによってキレが、上がってくるので、まあ、動きが良くなってきます。まあ、こうやって、各競技の、パフォーマンスに直結してくるので、この考え方、しっかり整理して落とし込んでみてください。この動画が伸びれば、実技編も撮っていきます。以上です。